全く次から次へと。みんな少しは自分の頭ってもの。ねえ、アズ。なんだ、こっちは今アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来てあのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあこっちのことはいい。何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船？何のためにそんなものがいるんだ。レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか。わかったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとう、ネアズ。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの進行の少し前。それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク？心当たりがあるのか。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の一つ。いけるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の一つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。よし。奴が言ってた化け物の話、なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。行くぞ。アロー。リンウェル、フルルの元気がないようだけど大丈夫？少しバテてるみたい。フルルはシスロディアの生まれだから。ああ、それでなくてもカラグリアは熱いもんな。ははーん、読めたぞ。お前雪国生まれだから白いんだな。ダナフクロウは育った土地の精霊力の影響を強く受けるから、生まれた場所と外見は関係ありません。フルルが白いのはまだ子供だからだもんね。フル、住む土地で色が変わるのか。不思議だな。ずっと一緒に旅をしてるし、成長したらどんな柄の翼になるか楽しみなんだ。
白のままっていうのもいいと思うけど、変わってしまうのね。わかった。右と左と頭と尾羽と腹で色分けするんだろ、地図みたいに。ほろー、あだだだだ、急に元気になりやがった。ローが変なこと言うからでしょ。フルルにも美意識はあるんだから。美意識か、なかなか見どころがありそうだ。キュオハリム、惹かれています。ここまでは無事に着けたな。
装備は見直したか？どこまで行っても岩と砂ばかり。野草一つ見つけるのも大変ね。ああ、食い物はとても貴重だ。早くこの国を出ましょう。この味、宮殿の料理人にも引けは取るまい。キサラ、少し話をしたい。また理想の社会について考えているのか？いや、最近はむしろ考えないようにしているんだ。頭の中で考えているとつい理屈の話になる。血が通っていないというか、すきっ腹を抱えるのは辛い、家族を奪われるのは辛い。それをただなくしたいだけのはずなのに。失礼。頭を使うのでも腹は減るらしいな。ちょっと待っててくれ。ごちそうさま。どうした？アルフェンも随分料理が達者になったな。まあ、この旅もいい加減長いからな。練習する機会はたっぷりあった。だが、おかげで腹もいっぱいになった。この単純な嬉しさ、やはりややこしい理屈よりよっぽど説得力がある。そういえばローが言ってたな、難しい講釈で腹は膨れないって。ローらしいな。だが真理だ。腹いっぱい食べられること、大事な人と共にいられること、それより重要なことはそう多くない。大事なといえば、最近あまりミキウダの話はしないんだな。意外とお前も底意地悪いのだな。だが、そうだな、同じくらい大事な仲間ができたからな。どんな社会だろうと、その仲間が幸せになれないなら意味がない。ここが私の土台なんだ。洗濯物を畳んだら私も休むよ。忘れ物はないか？
随分と暑いな。メナンシアとは気候が違いすぎる。ですが町を抜けてから幾分涼しくなりました。それは視線が暑かったんじゃねえか。雰囲気が変わった。油断するな。廃坑道か。久しぶりだ。ここで初めてシオンと一緒に戦ったんだよな。あなたが初めて私に触れた場所でもあるわ。そうだったかな。ええ、そうよ。ベルク火山に通じる道か。いきなり溶岩とか流れてきたりしねえだろうな。心配屋さんの頭には落石があるからね。
勘弁願いたい。 呼ばれるとやりづらくて仕方ねえ。死ねて。
いい動きだった。セレズ、なら私が妨害を頼む。こういう連合だ。はぁ、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 決めて。ロー重装ライフ。この調子でいきましょう。
任せた炎が、こういう歌詞を、はぁ、やらせない、決めたい、これで終わりだ、光を、つられて、決めたい、邪魔中連で、こっち、ハンマー、この頃ついているみたいだ、全力で行くぞ、攻める、やっと、出せる、こういう連歌と、だだぜ、
までもなかったな。この橋崩れないでしょうね。無論だ、確約はできない。どっちだよ、怖えよ。何倍もの力になるわ。これはカラカラだ。カラグリアだからカラカラだ。この敵大丈夫ですか。カラカラだ。
その調子で行きましょう。させてもらった。けたまえ、落ちたら骨も残らん。冗談でも押すような真似はするんじゃないぞ。どう、俺は子供か。少し強そうだけど見返りも期待できる。ディオハリム、あんなゲートを持ってたんだな。けど岩と植物じゃ全然違う気がするんだ。そうでもない。どちらも地の精霊力が関わって、幸いここは火だけでなく地の力も豊か。この武具、興味深い構造だ。ほんと好きなんだね。ファーストリード、ゴーガスを入れるわ。こういう連絡
開く。はっ、炎症開、炎よ、こっちは甘くて次、交流連合マグナレイ、インテリータム、マグナレイ、今だよ。セッ、精度が上がったわ。全力で行くぞ。そういう演技だ。そうだ。現実の力を簡単に外さないわ。硬いやつは任せろって。ぶっちゃぶっちゃくだ。よし、決めてやる。行け、出せる。はい、危ない。交流演技だ。古代の光よ。なるほど。こちらから。燃えろ。だらけ。全然押し止めるぞ。交流演技。動きを止める。息の根止める。力がみなぎってくる。全力で行くぞ。交流連合だ。やめてフリーズランド。やるぜ。火炎効果。ここまでだ。決めて。ビル。精霊力。アタック。やったか。完璧だね。交流連合だ。やるよ。爆弾撃。突き止め。やめないよ。交流連合だ。決めて。ビル。精霊力。アタック。ああ、任せてくれ。ここは抜かせ。交流連合だ。バーストライク。めっちゃ精霊術。この仲間を。交流連合だ。いけるわ。狙うは弱点だな。今の力だって呼び出す。当たれ。交流連合だ。引き止め。死ねないよ。重装ライフ。今だ。交流連合だ。これでいける。異能な交流連合だ。任せたまえ。全力でいけそうだ。交流連合だ。出せ。決めて。使用発展で紙一重の差だった。
あのバカでかいの。あれがネアスの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うように、くさびから発射された4つの光の一つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。くさびはダナの精霊力を集めていた。何にせよ町に向かいでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ。手ごわそうだがやるしかない。傷を負ったら言いなさい。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。俺に任せてくれ。逃げた連中を笑う気しないな。何よ、怖いの。ちょっぴりな。お前は。私はものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。実は私、ウーグルを呼び出した。奴を警戒しつつ片付けるわよ。レイルスカー、撃ち込む交流レンガさん。ここだ。炎よ、止める。巻き込め。オーブ引く。氷の槍よ、フリーズランダー。逃げる。エルカ、私を怒らせたのは水の精霊か。効果外さないわ。攻める。ジルの特性ブラストレイド特殊ゲットは。まとめて片付ける。はぁ、それを止めるためにこの盾がある。わかった、任せたぞ。次、交流連合だ。ああ、やらせない。引ける。与え、交流連合だ。闇に沈みなさい。拒んだよ。味方しよう。私が止めるよ。そのまま行け。交流連合だ。水の精霊術や。迷っちゃって。ブレスト。次、水の精霊術よ。まどって。火の精霊術よ。交流レンガさん。バーンストライク。水の精霊術よ。私の手が必要か。傷を治すわ。ファーストエイド。俺の真骨だ。光よ、貫け。交流レンガさん。光よ、ヘルト。しかあるまい。なら任せろ。妨害を頼む。やっと次。戻って。やっと当たれ。交流連合だ。西の精霊術。リンウェル、何でも。強すぎたか。
相変わらずの手際ね。どうだ。待ってないのか。前から良かったってことよ。ジオンの一生ぶりなんて。影響が。
みんな無事か？ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが4つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。困るわ。ああ、答えてみせた。おい、あれじゃないか。